やあみんな、山に遊びに来たよ。山田。そうだね。いいね。いいね、山田。いいね。わーい、楽しい。わー、落ちちゃったー。わあ。アンダーテールアリーナ。中はダメ。じゃあ行きますか。上が見えないじゃん。なんだここ。本当だ。俺たち地下のモンスターの世界に行っちまったんだ。なんでモンスターかわかんの。キプレイだから。わなんかお花がいるよ、お花が。なんだ。あ、かわいい。初めて着いた。じゃあチュートリアルしよう。ハートある。ドキドキしてる。そう、これね、魂。この魂を持って、このフワンフワンフワンって出るの分かる？あれみんな持ってない？これもしかして。あ、出る。フワフワ出るでしょ。魂持ったら。で、これで、このチュートリアルに押すとこの緑色のフワフワ出るじゃん。あ、出た。そして、それを右クリック。お、移動した。そうすると、ここでチュートリアルが受けれるから。そう。え、わぁ。顔みんな一緒じゃん。あ、最悪みんな一緒だ。誰だ。僕はお花のフラビー。ルール説明してくれるから。もういいじゃん、やめようよ。な、早い。まだ何も分かってないでしょ。あ、ちなみに言い忘れました。これは視聴者の皆さんに全く無視してました。アンダーテールの PVP を今からします。なんだって？イエーイ！ただ僕以外アンダーテールを知らないという事件が起きているので、まあその辺はうまいことやります。僕が説明しつつあれそう、このパピリスに合わせると、あ、みんなパピリスになった。すごい、みんなパピリスだ。メイン能力を使ってみてくれない？それをもっと右クリックして、このコツコツコンボっすね。ビュン。楽しい。それじゃあマネキンに攻撃してみよう。わーい、魔力が足りない。お前は溜まってる。あー、溜まるんだ。あ、そう、これね、溜まる、勝手に溜まる。魔力を使用して技を使うと。すごい。おお、楽しい。まあいいね。骨で全部当たったら最大のダメージができるんだよ。さて、サブ能力だ。青い骨かな。ボン。すごい。フルチャージになったら1回で使えるよ。サブ能力は特別な効果がかかっているはずだね。例えばこの青い骨が動いているものだけを当たるんだ。だからこの動いているものだけ当たると。おお、なるほどね。そう、ちなみにこれはアンダーテールだと、青い骨がビューンってきた時にプレイヤーは動いちゃうと当たるから止まってなきゃいけないみたいなギミックがあって、それの再現っていう。なるほどな。そう、HP が0になったら死ぬと。3巡目回。なるほど。じゃあ回避してみよう。めちゃめちゃ攻撃食らってたけど。全部食らったんだよ。お前ら避ける気だ。避けろ、相手の攻撃を。わわわ、山田死んだ。はい、山田死んだ。あ、そう、これで攻撃当ててるとこの決意ゲージが溜まると。上の決意がみなぎった。これで、あ、そう、これ溜まると、今誰かやったね、スペシャル攻撃が使える。おー、すごい。ドゥ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 ンっていう。かっこいい。戦う意志をなくならないように忘れないでね。戦いの方法により意志力を決めるんだよ。十分に高いなら決意はだんだん上がるんだけど、逆に低すぎるなら見逃されるのができるよ。このホットバーの最後にあるこの星マークが見逃すで、そう、これで相手の戦う意志が低かったらこの見逃すで見逃すことができて、そしたら見逃された方の負け。ん？すごい、どんどん行くじゃん。ガンガン行くね。すごいね。おい、最初ガン行くじゃん。そう、ここでキャラクターを選んで、こいつ、これがいい。あ、メタと同じ色がいい。あ、確かにないわ。あ、これでいこう。フラウィちゃんもフラウィやれだって。黄色、自分。なんか弱そう。これトビーフォックスってのは、これ作者だね、作者。そう、作者、このアンダーテールの作者のキャラで、これでキャラを選んでそいつの能力が使えるから、まあそれで能力使って戦おうという。まあ、ただ俺も実際まだやったことないから、一回最終的には罰ゲームとかつけたいけど、とりあえず一回テストプレイでやってみましょうというところで。あ、すげえ、できた。あ、サンズ行っちゃうとか言っても伝わらないと思うけど、そいつね、あのアンダーテール最強の敵。クソネタバレしちゃった今。聞かなかったことにして。
なんかあれだな、あんまり言うとネタバレになるのがなんかすごくもどかしいけどまあこれは多分主人公の変化した姿、多分そうちゃんのそうで、小麦のはなんかマフェットちゃんって俺が一番好きな BGM が流れる、そいつで、このアンダインは、まあ、途中で出てくる正義のヒーローみたいなバカ強いという感じで、拡散に関しては俺はもうわからんわからん、なんか作者ってのは知ってるけどどんな能力なのか知らん。でステージ選べるんで、遺跡、スノーフル、すごい、ウォーターフェル、ホットランド、何これ、最後の回廊、フラビー、オメガフラビー、遺跡。この遺跡ってのがあれだね、多分いっちゃん最初のステージだから、とりあえず遺跡で行こうっつったら変えちゃうんだね。まあそこでもいいけど。ではゲームスタート。あ、始まった。あ、待った。テレポーター、3、2、1、スタート。あ、違う、間違えた。3、1、ファイト。ドゥーン。みんなで出すか。おい。おお。あ、すごい楽しいこれ。わかんねえこれ、わかんねえこれ、どう使うんだ。この能力はまだ使えない。バロラントではないけど、やばい、サンズ強いな。おい、あ、これ待って、え、思ったよりこれ全然飛距離伸びねえ。そうちゃーん、ない、雲、この雲おっそ、待って、俺いつの間にか HP 受け、ダメージ受けてんな、ない、おい、いや、まだ刺さってるよ、いや、ちょっとね、これ、あー、ちょっと待って、その骨強い、おら、かく、よし、決意溜まった、決意がみなぎった、不死身、スペシャル攻撃、ナイフ、避けられた、うざ、これこの死んだ、あ、はい、この今俺不死身なんだ多分、ウェイ、効かんぞ、え、まあ、待って、俺めっちゃ、ん、ダメージめっちゃ受けてるわ、なんで、わかんね、スペシャル攻撃、わかん、弱いかも、めっちゃわかんな、めっちゃ食らった、あ、やったやった、格闘した、わかったらめっちゃ楽しそう、わかったらめっちゃ楽しいよね、はい、今当たったっしょ、今当たったっしょ、はい、痛いよね、そうさんの攻撃、決意が磨きた、不死身、不死身だと、あ、死んだ、あ、ワンと今やるのか、俺様の結構怖いわ、かっこいい、かっこいい、めっちゃかっこいい、何それ、ただこのスペシャル攻撃が何の意味もなさない、ちょっと痛い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 、すごい、あ、帰り負け、おい、もしおい、もしやばい、あー死んだ、山田落ちていった山田落ちていったよ、下に、え、落ちたなんで奈良くん行ったよ来ちゃった、あら、ちょ、ひとまず理解したいね、これね、ある程度能力を、ね、メタトン弱そうなんだよな、毎回メタトンで、お姉ちゃん使おう、あ、これはあれか、チュートリアルで使って、これなんだ、待って、俺ちょっと一回サンズ使ってみたい、うわ殺すぞこれ、そうちゃん似合うね、フラビー、マジっすか、あ、にはもうそれでいいじゃん、これからの、むしろそうちゃんって感じ、トイジョフラビーね、オッケー、ゲームスタート、3、2、1、ファイ、山田くらえ、え、これ強い、これ殴るんだ、HTT レーザーをくらえ、くらってないんです、コツコツコンボ、え、やば、お前めっちゃくらうじゃん、え、ほんと、え、待って、サンズめっちゃ魔力多い、待って、え、待って、クソ殴ってくる、ちょっと待って、ちょガスターブラスターブラスター、え、あ、え、俺死んだの、え、二人やってるよ、リフル、くらえ、えらい、それ、そうちゃん、え、フラビー、え、なんかロックオンして自動で追尾してくれます、は、強っ、チートじゃん、で、僕のもう一つのやつがなんか地面に植えて回復するんです、え、強くね、フラウィー、強いみたいな吸収して、おお、お、ぽい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 、うわ、なにそれ、すごい、うわ、瞬間移動した、え、強くね、そうちゃん、なんか暗い、もう本当負けたら引退じゃん、重いうわ、え、今埋まってよけた、さては、めっちゃ痛い、あの HP が残り結構少ない、痛い、あの、あー、でも小麦も結構食らって、いい、え、なんでそんな急にいい勝負する、あー、よし、痛い、あー、引退痛い、ちょ、待って、俺全然試せずに終わったんだが、サンズ、山田もだよ、スペシャルレーザー山田秒で死んだちょっと、もう一回サンズやりたい、ちゃんとやりたい、やりなよ、コツコツだな、なんかむずそうだな、とりあえず全部やるか、
あ、マペットちゃんやりたい。もう一回メタトンかましたい。これやろうかな。フリスク。フリスク。それ主人公だね。多分。